チームのやっぱり中心的なポジションですからね、はい、彼がどれだけボールを受けながらリズムとテンポを作っていけるのか、はい、しっかりと自分たちが今までやってきたことを前からのプレッシングも含めてですね、やっぱり先に点を取るということはやっぱり必要なのかなというのは思うんですよね。そういったチョイスをしてきたハリー・キューエル監督です。さあキックオフの笛が吹かれました。緑のシャツ、アウェイのショランベルマールのボールでスタートをしています。少し降りてきたというプレーになります。坂木原、ここでボールを奪った。さあ持っていってるキャン、シュートですか。ここはキーパー、ここですよね、ビルドアップのところですよね、はい、さあショートコーナーから松原、そして水沼を使っていくポケットのところですが、これルキアンからどういうの、水沼が中へ、これはライン割っていない、決まりました。中で塩貝が最後押し込みましたか。塩貝ですかね、はい、水沼がよくあそこ残しましたけれども、さあ裏へというボール、クワカットした上島、さらにまた水沼に渡していく、逆サイドで小池で空いてますが、そちらに渡していきます、ダイレクトで打っていったか、ナイスキーパー、この辺り、しっかりと見てますね、水沼、いいボールですよ。まあ、去年は1年生ながら、昨シーズン、まあ、3部で得点を、2部昇格に貢献をしていたという塩貝。さあここは水沼から受けてのシュート、もう一度これは聞こえませんでしたけども、チャンスが何度もこの人に来ます、塩貝です。ベルマルとしてはチャンスはない、使わないですね。さあこぼれていってシュート来た、ワンチャンスをものにしました。流し込みました、最後平岡が流し込みました。さあそしてここで長い笛が吹かれました。前半は結局は1対1同点でハーフタイムです。後半は右にエンド、青いシャツそして白のショートパンツに赤いソックスが横山 F マリノス。ここは小池優太、小池が振っていく、キーパーこぼしているところ、ちょっと重なった、押し込んだ、ラブテギー、後半開始早い段階、開始3分でゴールが生まれました横浜 F マリノス。さらには鈴木明人を下げるということになります、福田が入ります。今日注目鈴木明人は60分で交代ということになりましたね。さあドリブルで運んでいって中を見てということになりますが、さあ裏キーパー出られない、今ここで触る、ファールはないというジャッジです。近くには山田がいますが、大きな展開を見せていく、宮市が逆サイドにはいる、その宮市、さらにアンデルソン・ロペスが前にいる、アンデルソン・ロペス触れ、手を引きました、カバーがいたかどうかですが、変えてからね1点取り返そうとしてね、うん、その中で失った後にしっかりとブロックしてシュート打てるような状況ですからね、うん、さあVAR オンフィールデビューでチェックをしました。イエローのままこれ覆って退場かというところですが、あ変わりそうですか、イエローは取り消し、そしてカードの色が変わりました、一発レッドです。スピードコントロールしなきゃいけない、ラム的はまたいで前に行きました、アンデルソン・ロペス、しっかりとこう空き場もあたり対応しています、ヤンマテウス狙っていくクロスバーここは耐えました、湘南です。サイドに福田が来ていますが、ルキアン、ここは中、うん、入っていった石、まだある、福田これシュートだー、一人少ない中湘南また追いつきました。ここでもう98分で笛を吹きました、試合終了です。結局は2対2、2度リードした F マリノス。